おはようございます。ノーズダイブチャンネルのてっぺいです。このまま行くと今日も言えないになると思ったので頑張って回しております。ノーズダイブチャンネル、いやー急いんですよ。ちょっとバタバタっすね。あ、聞きます。先週の日曜日ね、遊びに行ったんすよ。拍手。いや、めっちゃおもろかったっすね。おもろかった。久々に遊びに行ったんでよかったな。まあね、うちのザキめっちゃ調子良かったっすね。なんかバンバン撮ってました。何をって、それはちょっとノーズダイブチャンネルのいつもの僕らの動画見ていただけてたらわかると思います。でね、今回林カメラマンちょっと辛口出てるらしいんでそこも楽しみにしつつ、いや天気めっちゃ良かったっすね。ええ感じでしたね。晴れ で全然寒ない。前行った磯の浦、あれが嘘みたいに海入ってるだけで暑いんですよ。ブーツなしね、手袋も。セミドラは着てましたけど、めっちゃ気持ちよかったっすね。でね、その伊良湖に行ったんですけど、ロングビーチっていうところ、ビーチがこう続いてて、海向かって左手側の岩場のよ、もう横で入ってたんですけど、その岩場の横で一番岩に近いところで入ってた方がめちゃくちゃうまくて、ちょっと萎えましたね何してるんや俺はと。しかもそこにね、上からブーンって音してるから見たらドローン飛んでるんですよ。しかもその人追っかけてんねん、俺じゃなくて。そら追っかけへんわな、あんなええならへんライディングくっそー、ちょっとめっちゃ馬なりたいんですよね。悔しいな、悔しかったっすね。いつも僕の中でなんか一個課題を決めて入ってるようにしてるんですけど、もう立ったらちょっと気持ちよなってそんな忘れちゃうんですようわ乗れたみたいな、なんやろあれ。だからほんまにそればっかり意識してやらんと馬ならないんでしょうね。何回行っても馬なってないですもんね、あんまり。まあ何か変わってると思って毎度挑んで入るんですけど、後に残ってるのは明日の仕事への悩みと疲労感。まあ週末サーファーなんでそんなもんっすね。まあ、毎日行かれへん分、楽しみが生まれてるかもしれないですけど。
ったな。じゃあ閉めましょうか。今日もこの動画を見てくれてるあなた、あなたの生活にもっとどっぷりとノーズダイブしたい。で、ノーズダイブチャンネル何の動画上げていくのって、今日もよ。